はい、どうもエアコン屋のデラケンです。はい、今日ですね、ちょっと皆さんに発表したいことがあります。皆さん、こう工事ね、実際に自分の工事してる動画とか、お客さんのお家とかだからね、撮るのとかもやっぱり気にして上げてないんですけど、どういうやり方をして、どういう風にエアコンが完成していくのかとか気になるじゃないですか。どうでしょう、体験ツアーっていう形で一緒に行ってみませんかっていうちょっとご提案があるんですけど、今ねちょっとまあこういうね、ご時世、コロナのご時世で宮城もね、出ました、ついにね、非常事態宣言が独自のやつですけど、3月18日から4月11日まではね、一応その宣言が出て、あからさまにね、自分たちで集まるようなことをしないでくれって、まあ、ざっくばらんで言うとね、そういうような、まあ、宣言が出てるんで、この期間はもちろんやれないですし、うちもね、工事行くときってすごい、アルコール消毒から手袋からってすごい気使ってね、まあ、マスクも絶対だし、今この空間はほら、俺とね、中の人しかいないんで、今マスク外して撮ってますけど、すごい今徹底してやってるんで、その期間中はちょっと難しいんですけど、4月ね、11日終わって、そのあたりでね、皆さんと、まあ、実際にエアコン工事をしてる姿をこう見てみたいとか、あとは家にエアコンをね、つける予定があるんだけれども、どういう風にエアコンっていうのをつけるのか見てみたいとかね。だって怖いじゃないですか。自分の家ね、新築で新しくエアコンつけるってなったら、やっぱ穴もドーンと開けるわけですよ。で、どういう風に穴って開けるんだろう。穴開いた中ってどういう風な処理をするんだろう。どういう風になってるんだろう。なんかね。そういうのを実際に見てみませんかと。私たちね、結構空き家をね、工事することっていうのがすごく多くて、そういったところでならそういうね、ツアーもまあ組めるのかなと。もちろんオーナーさんの許可取ってね、つけて出来上がりまでをね、実際に見ていただくようなツアーの方をね、やってみたいかなって。まあ先着順にはなると思いますしね、お日にちも、その工事ってこういつでも入っていいよっていうわけでもないから、この日からこの日の間に入ってくれって、もちろん決まってるんでね、そういうのを合わせながら一緒にお伺いできる日っていう形。まあ、極力ね、一緒に行きたいっていう人のお日にちに合わせれるようにね、こっちでは調節するんですけど、そういうツアーをね、ちょっと今後、まあ、エアコンだけじゃなくて、うち業務用エアコンもだし、あと、給湯器とかね、まあ、ウォッシュレット、インターホン、あと、電気工事とかね。で、今回は第1弾として、まあ、エアコン、ぜひどうでしょうと。体験ツアーちょっと組んでみるので、日にちをね、もう今のうちにボーンと決めます。その日ね、もし予定あって、エアコンの工事ちょっと見てみたいっていう方がね、いらっしゃれば、ぜひ、最後にね、詳細、URL と、あとあれかな、QR コードね、ちょっと貼っとくんで、そこから飛んでみてほしいんですけど、まず日にちは、4月の、29日、祝日です。昭和の日に、エアコンの交換の工事の方をやります。それのね、体験ツアーを、ちょっと、まあ、ほんとね、多分ね、一人二人ぐらいだと思うんです、限界。一緒に参加できるのは一人二人ぐらいだと思うんですけど、ちょっと先着でね、まあ、他の日にもやりますんで、今回だけじゃないんですけど、ちょっとま、見てみたいって、これからつけたいっていう一般のお客様もいいですし、自分ちょっとま、エアコンつけやってるんだけれども、他の職人さんの仕事も見てみたいなっていう興味ある人でも構いません。URL かね、QR コードでちょっとこちらにお問い合わせのフォームに飛ぶんで、そこに飛んでもらって、29日ご希望しますと。ね、一本ポンと言っていただいてね。あと、まあ、名前とかのやり取りとかはね、あとこちらでそっちのお問い合わせのフォームでやらせていただくので、コメント欄にはね、書かなくて大丈夫です。個人情報になっちゃうんでね。お問い合わせフォームの方に飛んでいただいて、そちらでやり取り。あと、まあ、めんどくさければね、うちの会社のホームページからね、電話番号とか載ってるんで、直接電話してもらって、その問い合わせしていただいてもいいです。まだ先長いんでね、4月29ですし、非常事態宣言がね、伸びれば、ちょっとその日にちもまた伸びちゃうかもしれないんですけど、今のところね、4月29でっていうことで、最初にお話しさせて、祝日なんでね、お休みの方、一般の方とかもお休みの方いらっしゃると思うんで、その時に、ああ、エアコンの付け方見てみたいなとか、どういう風に付けてくれるのかな、仕上がりどうなのかなっていうのを見たい方は、ぜひね、この機会に、なかなかいないと思いますよ。自分の工事に同行してみませんかっていう職人さんっていないと思うんですけど、まあ、これほら、人とね、喋るのも好きだし、教えることも好きなんで、まあちょっとね、そういったことで、エアコンに対してね、どういう風にして職人さんっていうのが工事してるのかっていうのをね、やっぱり皆さんにもっと知ってもらいたいなっていう気持ちもすごく、すごい大変なんですよ。職人さんやってることって、こんなに重労働なのにって思うことすごく多いんで、ぜひね、皆さんにも見ていただいて、そうすると職人さんの見方とかもね、変わってくると思うので、みんなこうなんかね、こうやって歩いてるヤンキーしかいないわけじゃないですからね、職人さんって。本当にすごくね、頭使って、体使って、やってる仕事だと思うので、皆さんもね、ぜひそういったもの、体験ツアーと
ね、称して一緒に行って見てみませんか。もちろん私なんでね、一緒に行くの私なんで、うちの職人とかじゃなくて私が一緒に行きますので、ぜひともお待ちしております。じゃあ今日はこの